まあ、今これ赤で取ってある。あ、これ取ってあるんですね。そうそう、取ってあるサンタの夏希さんです。今日持ち歩いてるんですよこれチャリティーサンタさんのメガネですね。これ皆さん買ってください実は今見たらどうも在庫が結構ありそうなんです休憩が早くないか、まだ一回も行ってないんだけど。24博楽あった AMX さんです。ありました。こちらですね、こちら AMX さん、ギフトのお店なんで。あー、はい、すっごい。エミクの名前もあの作った人の頭文字なので、その人たちがロゴももしかして自分たちなんですかね。これ多分違う。あ、そっか、ちょっといいですか、はい、あ、1枚いただいてもいいですか、ね、です、 すいません。星が回ってるんですねこれね。やっぱ素敵ですね。やっぱあとディスプレイが素敵ですね。あ、そこも見ていただけるのはすごく嬉しい。いやー、めっちゃ素敵ですよこれ。ディスプレイが、あ、そうなんですか。ほー、この鍋すごいっすね。あ、それも買い付けてきたもの。これはイングランド、フランスで買い付けてきたものっすね。めっちゃ可愛いな、この子供が赤ちゃんの靴。そうですね、あのウィークさんっていう、ウィークさん、あ、このですね、はい、ウィークさん、このロゴがそのもうウィークさんのなんですか。これはうちオリジナルですかね。あ、そうなんですか。はい、毎年毎シーズンちょっと作ってもらってたりします。これもすごい、でもすごいガクちゃんです。いや、すごいねこれ。これすごい、あ、すごい、わお、広い。あ、すいません広、なんてこの過ごしやすい空間なんだ。あー、この布いいね。やっぱこういう感じだよな。うちもそうしよっかな。香港、香港、香港来てもらいたいな。なるほどね。あ、いいね。こう見るとなんかすごいいいものみたいに見えるね。ポーズか。うまいですね。ちなみに今日のみくりは、あ、今日のメガネはアランみくりのバッファローホーンです。はいはい、こちらもいただきました。超かっこいいですよこれ、マジで。まあこのメガネもすごくかっこいいんですけどね、本当はね。で、まあ、こちらのうちのメガネもすごくかっこいいですけど、やっぱり並べるもんセンスが違うとこうも変わっちゃうんですね。同じものでも。なんだ。うわ、渋いね、松太郎。うー、はい、こりゃいいや。サビルロー。サビルロー。かっこいいね。ちょっとひげ伸ばしてんだな。はい。いいじゃん。前からですよ。